Thank you.
時6分になりました。 FM コダのスタジオからカラーラジオを生放送でお送りしております。はい、はい、おはようございます。おはようございます、はい、今日もよろしくお願いします。はい、はい、早速ですね、ウルルフさんからツイキャス来てますね。ハイサイおはようです。カラーラジオの皆さん、ゲストさん、今日もよろしくです。はい、いつもありがとうございます。リペイデビル、はい、見て見て見る、はい、はい、じゃあ早速ですね、今日のトピックとあのゲストの紹介をしたいと思います。はい、まず最初にですね、レギュラーゲストで国研システムから宮田さんです。おはようございます。はい、おはようございます。国研システムの宮田です。もう準レギュラー的な存在になってしまいましたので、はい、よろしくお願いします。これが渋いですね。いえいえ。よろしくお願いします。はい、もう桜さんの声はもう皆さん聞いてる。いやいやいや、もうまだまだ、はい、マイクの前に座るとドキドキしてます。はい、2回目、そうですね、はい、ありがとうございます。はい、田中さんが出た時からですね、周りはですね、もう交代してパーソナリティーを前の方が譲ってしまうということで、そういう声が出てました。いやいやいや、そんなことないですよ。はい、いろんなトークを交えながら、ご経験から来るですね、いろんな、はい、前向きなお話をいろいろ聞かせていただきたいなと思ってますので、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、私たちも、はい、お世話になってるんですけども、日頃からこういった木月さんの方でですね、12月の方にも沖縄のユースクラブで交流会の方も参加させていただきまして、そこの木月 の利用者さんであります、荒川さんのお母さん、はい、島田清江さん、はい、ビデオレターの方でちょっと撮影の方を進めてるんですけども、新聞の方でも、ね、はい、島田清さん のことがちょっと紹介されてましたので、そのお話もですね、先にしていただけないかなと思います。はい、いろんな方も呼んでましたね。そうですね、うん、私も中学の時の恩師の方から電話が来て、新聞見たよって電話が入りましたけれども、はい、何十年ぶりですか、この何十年、20数年ぶり、もっとかな。はい、やっぱりメディアの力、新聞の力ってすごいですよね。はい、そうですね、すごい、はい、もう伝えたいことが上手にまとまっていました。はい、私の母は今NPO 法人木月さんの方でお世話になっているんですが、その時の様子とか、それまでにあったいろんなことをですね、もう上手に取りまとめてくださって、で、このまとめて3回シリーズで載せてもらったんですけど、なんと初日の2月2日のタイムスから3回シリーズだったんですけど、実は2月2日がですね、父の命日だったんですよ。なんかそれもすごい運命を感じてしまってですね、ではないと思いますけど、本当にすごいタイミングで、もしかすると明日から明日ぐらいから乗るかもしれませんみたいなお話はあったんですけど、まさかその日になるとは思わずに、はい、でもこのまとめて私も頭の中整理しながらお話いっぱいする中で、いろいろ
なことが整理整頓できてきたんですね、頭の中も。で、記事にまとめていただいたので、もう私はこれを家宝にしようと思ってます。はい、もうそれこそ母の就活終わりの活動の一つかなと思いますね。本当ですね、はい、実はあの先ほどから出ているうちの法人の気づきの家っていうところを利用されてるんですけれども、千葉な清さんの上中下3日間シリーズだったんですけど、うん、気づきの家のコマーシャルにもなりまして、実はあちこちから、うん、問い合わせのこういうあのことでも利用できますかっていう電話が一挙に増えました。はい、実は私あの以前別のデイサービスに母通ってたんですけれども、あの仕事を続けていく上でその時間帯ではどうしても私が仕事の継続ができなかったんですね。でネットで検索している中で木月さんの小規模多機能施設っていうのを存在を知って相談に行って、私はこの時間から仕事なのでもっと早く預かってもらえませんかとか、夜仕事があるのでちょっとその辺も調整できますかって言ったらいいですよっていうことで、あの今はおかげさまで仕事も続けながら地域活動とか趣味とかも程よくさせていただきながら、とても母も私も充実した生活が今できています。はい、なるほど。はい、はい、そうですね、気づきの家のすぐ隣に小さな小さなあの畑を貸していただいて、で、高齢者はもうあの自分で、いろんなものを作っていた、まあ、今方言ではあたいわって言いますけれども、そういうことをやっていた、あるいは農業をしていたという方々たくさんいらっしゃいますので、職員の方が教えてもらっています。この季節はこんなの植えるんだよ、これはこういうふうにするんだよって、収穫の仕方までですね、本当にあの逆にこちらが勉強になります。ほぼ毎日そうですね、あの天気のいい日には出て行ってそれをこう水をやったり、その成長を眺めたり、またそういうのがあの生きる糧にも力にも楽しみにもなっているような感じがしますね。沖縄のおばあちゃんたちって、はい、あのアタイゴはちっちゃな家の隣についてる、はい、あの畑ですね。今ではかっこいいタコでガーデニング、ガーデニング、はい、そうですね。すごく大事しますよね。そうですね。この畑の整理整頓がうまい、はい、あのおばあちゃんが当時は。季節に合わせた、はい、あの風水に合わせた、ね、風水もですか、うん、あのこの西の風が吹いた風が合わせていろいろ作物を作って、また連作って同じものが植えたら、うん、そう、それも聞いたことあります。こういうのがすごく上手だなと思うんですけど、これが心理学的に、おばあちゃんたちの心理学だったんだなっていつも感じるんですけど、今も畑も、はい、僕ら世代ではもう食べることがね、うん、いや盛りですよね、うん、そうですね、はい、まあ、うちのおばあちゃんも花坂ばあさんで、まあ、庭ではないんですけども、いつも水やり手入れして花咲かせて、なんかこの花が咲いてることでまた自分も元気になってるっていうこの循環がいいのかなと思っていてですね、土に触ることはいいと思いますよね。はい、この季節にはこれが咲くとかこれがなるというのも頭の中に入っていて、まあ、経験から来るものだと思うんですけど、ね、まあ、ちょっと真似ができないですね。季節感とかそういうあの生きる生活の中から生まれてきた知恵っていうのはすごいですよね。だからあの高齢者の施設ではできるだけその季節感とかそういうものを大切にしながらそれを体験できるように、もう仕事ばっかりで若い人たちは忙しいですから、あのふと気がつくと、あ、桜咲いていたんだだーになりますから、そういうようなものをこう感じながら生きていくっていうのはあの高齢者にとってとてもいいことだと思いますね。畑を持っているおばあちゃんたちはあのお家の中の整理整頓がちゃんとできていて、もうあの昔は一番じゃとか二番じゃとかですね、そしてあの、まあ、キッチンとかっ
こうちゃんと昔の家を分かると思うんですから、あの新しいコンクリートの家に住んでからもしっかりとあの自分が耕すあのちっちゃな畑、畑芋はですねしっかりとこれは確保しない僕の母ちゃんのおばあちゃんもですねよく喧嘩をしながらも畑だけは譲らないっていう感じでやってましたね。おばあちゃんたち本当に近所のみんな先生とも上手して無駄なものも落ちないっていう感じですけど、今も逆ですね。そうですね、畑って関係あるんですかね。あるんですかね。それはまだ意識したことなかったんですけども、はい、でもあの畑から生まれてくる隣近所の付き合い、これが収穫できたからって持って、隣からまたやうちはこれができたよっていう、そういうやり取りっていう、畑っていうのはだからいいですよね、そこでは自分たちの食する分だけではなくて、お裾分けができますから、そういうつながりがまた隣近所にできていくっていう、そういう大切な役割も持ってたんでしょうね。僕も具志堅もですね、あの物が整理整頓できなくて、よく職場の仲間からですね、いい加減にしてよって言われるんですはい、はい、あの無駄なものを買いすぎます、はい、あとあの捨てられな い, い、はい、何かこうつながってるんじゃないかな、はい、これ絶対あの使うぞと、将来使うから置いとこうと、周りの人は、いやこれ置いたらまずいでしょうと、いつも喧嘩ばかりをしてありますね。ありますね。自分はどっちかというと、捨てるタイプなんですよ。あ、はいはい、まあ、捨てるタイプなんですけど、うちの神さんが、なんかしら残ってて、もう物がどん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 増えていってですね、もう、部屋が狭くなってくるっていうね、この、なんでこんなもらって片付けきれないのかなって思ったりもするんですけど、もう逆もやれたりもしますけどね。もう冷蔵庫整理するのはいつも自分なんです。そうですか。捨てきれないんです。残り物。そんなタイプで。はい、そうそう。職場では僕とこの具志堅のこの机がですね、もう壁になっていって、本当にマスク。城壁になってるんですね。じゃあ中に姫として住めたいってことですね。ですからこうデスク2つあります。デスク2つ。もうみんな気づくと思うんですけど。ぜひいろいろ話聞いてね。はい。就活についての整理術とかですね。いろいろ楽しめる整理することっていうのは。はい、私も地域とかいろんな活動をしていく中でとても思ったのが、本当に整理整頓シンプルライフが一番いいなと思いました。例えばあの防災に関しても、お部屋の中をシンプルに片付けておけば転倒防止も少なくなるし、火災も減らせるし、掃除もしやすいので、多分あのコンセントにつくほこりとかもなくなると思うんですね。それにもつながる。あと就活とか介護とかにも関わってくると思います。あのシンプルに過ごしていれば、車椅子があのお部屋の中で自由自在に使えるので、あの最後まで自宅で過ごすことも可能な方も出てくると思うんですね。でも普段から整理整頓してないと、荷物だらけの中で車椅子も入れない、介護する方もされる方もなんか苦しいっていうのが出てくると思うので、やっぱり整理整頓をしてシンプルライフを目指して、いろんな意味で豊かに生きてもらいたいなと思いますねって言ってる私もそんなに上手ではないんですけど、一応ちょっと意識しながら、はい、少しずつやるようにしてますね。はい、なるほど。いろんなところでなんかこういうお話出てきて、最近ちょっと本格的に整理収納を勉強しようかと思ってちょっと勉強しているところです。またあのぜひ事務所の方にお手伝い行きましょうかねあの事務所のファイリング整理にでもやっぱりこの職場というと資料とかが結構出てしまって、なかなかその初めてファイリングするって、はい、もう時間に追われてしまってできてないっていう、はい、私たち職場見に行きますか。
結構整理されてると思います。一般、あの、いろんな事業を一気に同時並行でやっていくので、やっぱり、あの、ファイリングをきちんとしないと混乱してしまうので、その辺は割と、うん、整理できてるのかなと思いますね。はい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 。ないですね。一つの事業は一つのファイルでとか、うん、と種類分けとかしてますので、あと道具とか備品とかも誰が来てもどこの何番目の引き出しとかっていうのが分かるような感じでやってありますね。いいですね。うん、はい。実はあるあのデータで出てるんですけど、整理整頓ができないのはその例えば一つの資料を探すのにそのすごい時間がかかると、その探す時間をトータルすると実はとんでもない時間になっているとかっていうのも聞いたことありますね。まあ、打ち当たりしますね。なりたい自分とか、それをまず想像することが一番なのかなと思いますね。例えばカフェみたいな素敵なお部屋で生活したいとかっていうイメージが先にあると、あ、カフェみたいなお部屋にはこんなのいらないねって言って、あの、処分がすっきりできるのかなと思いますね。だからまずイメージなのかな、オフィスもオフィスもです。なるほどね。はい、広告です。発掘調査をいつも。なるほど。ちょっと汚れてるとバランスがいいっていう、はい、ほっとすると反論みたいに。でもそういうスペースも作って、でも皆さんが来るスペースはせめてあの心地よく感じられるスペースを作るとかっていうものもありじゃないですかね。やっぱりね、見ていてやっぱり山積みだと気持ちをね、あまりいい気持ちはしないのかなと思うので、はい。ブロログさんからメッセージ来てます。整理整頓は難しいです。そうだよ。ルドルさんの言葉がすごく洗練されてるんで、絶対先生いそうですよね。難しいって言うんですよね。このあのよくあの生前整理っていうことで、はい、あの生きてる前、はい、生きてる時に、うん、自分の将来のことを考えて、はい、あの、はい、まあ、次のことを考えて生前整理していくっていうやり方っていうのが、うん、沖縄の新鮮な言葉に聞こえてですね、うん、あの大事だなっていう。はい、最近は就活、あの終わりの活動が皆さん、ね、よく聞かれて、そういう本も出たりとかテレビで特集とかされるので、あのうちの講座にも結構いらっしゃってもらってるんですけども、周りでもそういうふうにやってるよとかっていうよく聞くんですね。 あそこのおじいちゃんちょっと整理してるみたいよって、最近ゴミ出してるよとかっていうのとかもちょこちょこって聞いたりとかするので、やっぱりあのご年配の方も少しずつ自分のできる範囲でっていうのはやってらっしゃるような気がします。でもやっぱり一人では難しいと思うので、ご家族の方も一緒にお手伝いしながらやってあげるといいのかなと思います。うちの家は
はい、そう持っていると思います。捨てきれないと思います。うん、でもアメリカのものがよく出てきます。はい、アメリカの影響でですね。うん、そうすると、うんうん、アメリカの僕の親戚もやはりたくさん物を持ってて、はい、さらに隣近所 の、うん、あのアメリカ人のお家に行くとですね、はい、もう使わないものを倉庫を作って、はい、倉庫に、うん、まず新しい倉庫を作る、うん、捨てられないというか、うん、フリーマーケットとかいろいろなものでどう見てもですね倉庫じゃないんですよ。本当にゴミ箱捨てられないゴミ箱みたいな感じで、いやこれ沖縄はやっぱりこうアメリカの影響を受けてきたのかなと思うんですけど、いや多いですよね沖縄捨てられないものを、捨てるべきものを捨てられないという方がですね、そういうお家が多いですよね。でも本当に一個一個物を取ってもらって、本当にこれ必要なのかな、なんで置いとくのかなっていう自分と問いかけてみるっていうのもいいらしいです。この間聞いたばかりなんですけど、はい、でその中で本人が決めきれなかったらお隣にいる方とか家族がこれ残しときたいとかっていう、なんで残したいのとかっていう声かけをして本人に決めてもらうのが一番いいと思います。どんなに周りの人が捨てて捨ててって言ったら反対に捨てたくなくなると思うので、どうして持っておきたいのとかっていうふうに声かけも大切かなと思いました。うん、僕のおばあちゃんのお袋が洋服がもうペラボンなんです、ね、はいはい、よく二人で喧嘩してたんですよ。ちょっとお互い認知症になった時に、はい、お袋があのおばあちゃんが、はい、僕のお母ちゃんに向かって、うんうん、あんた自分の洋服入ってつけてないんだよっていう感じで T シャツをつけてたんですよ、うん、そしたらおふくろが、いやつけてないと私は誰のも取らない、うん、特にあんたの取らない言い合いしてるんですよ、はい、そしたらおふくろがあの席を立ってあのトイレに向かう時、うん、まあ、 あの軽度の認証だったんですけど、うん、そして後ろにですねあの秋っていうあのあれがあってですね、こう大正生まれなんでおばあちゃんは全てのものに名前を書く癖があるそういう方いらっしゃいます、ね、今見ましたね、僕も全然書かないですけど、大職に全てです、はい、あのこの女王もこの、そうですか、全部秋ばかり書いてですね、あの全部書かれてます、コツも書かれてました、二十何点何書かれてます、あそれマジックで秋って書いてですね、はい、やっぱり物がない時代の方なんで、うん、あのやっぱり自分のものっていうものをやっぱりその、うん、盗まれたりとか、うん、そういうこの、うん、はい、いうことを防ぐためにそういう、まあ、自由のこ、うん、ものという、うん、意味で、おばちゃんとか、一応書いて、いや特にうちのばあちゃんは書いてはいないんですけど、うん、まあ、そういう思いがあったんじゃないですかね、うん、やっぱあの年を取ってくるとあの億劫になってきて、うん、片付けがちょっとできないんだよねっていう人もよくお話を聞くんですけれど、やっぱり今のお話を聞くと、はい、少しずつ少しずつ体が動く時から、はい、せいせいとしているというのはやはり理にかなってるなというのは、はい、思いますね。私の母も今引き出しにここはズボン、ここはシャツとかで書いてるんですけど、そこに収めることすらだんだん厳しくなってくるので、はい、極力整理整頓しやすい環境は作ってるつもりなんですけど、うん、それでも厳しいですね。うん、うん、ヌルフさんから見せてきてますね。就活に備えて捨てていかないと思いながらなかなか捨てられないですね、はい、増えるばかりで、うん、あの捨てられないものとかあのとてもあの記念でもらったけどものすごく大きくてスペースを取ってるとかっていうものがあるとしたら、あの一つの方法なんですけど、写真に残しておくとかっていうのもあの一つだそうです、うん、一つの方法だそうです、はい、でこれをですね子や孫がに残しておくと、子や孫はもうね捨てていいのか残さないといけないのか悩んでしまうので、あの本人がどうするかっていうのは考えて対応した方が子や孫のためです、残される方のためだと思うので、うん、ぜひちょっと考えてもらいたいですね、うん、皆様あの同じ感じか分からないですけれど、あ何か捨てるときですね、必ずとどまる言葉がありまして、うん、でもこれ日本人特有かなと思うんですけどね、はい、もったいないと、うん、
あ、私はありがとうございますって言いながら伝えてます。あ、はい、なるほど、うん、なんかあのこんまりさんもそうおっしゃってたような気がしますよ、うん、多分なんか私も自然に、うん、ありがとうって言いながらあのよれよれになったシャツとかもやっぱりもうここ何年もつけてないからいいかなっていう時畳んでゴミ箱入れる時ありがとうございます、うん、はい、うん、僕らの場合もこう捨てられないんで、ダンボールが準備されてるんですね。ここに封印しろっていう感じで。そうするとあのダンボールがこう積まれていくんで。じゃあ2年3年も開けてないダンボールは捨てても分からないと思います。そうですよね。あの、うちも引っ越しがあった時に6年支店前ぐらいに。あの引っ越すときに外にちょっとあの階段の下に倉庫みたいなのがあって、あ、ここに物置けるよね、いいよねって言って、もう引っ越しのときにガーッと引っ越してきていて、でこれはもうそんなにいらないよねっていうのをその倉庫に入れたんです。そしたら開かずの間で6年間1回も開けたことないんですよ。結局必要ないものばっかりだったんだよねっていうのが、そこの分の家賃を損してるんですよ。そうですか ねだと思いますよ、使ってないんでしたら。うん、整理したらもっと別の活用が、だからやっぱりそういうもんだよねっていうことがあって、あのやっぱり決断力ただ時間が欲しいんですね。これがいるかいらないかってこの断捨離してるときに止まってしまうんですよ、はい、あ、これどんなデブで過去のもの見たりしてる時間が一気に割かれていってそうですそうです進まなくなったりするんですから。それありますよね、あのやっぱり振り返ってそこにまた思いがそうなんです、そうなんです、フィードバックしてやっぱりでこれが捨てれればいいんですけどまた残るんです。これがですね、ちょっともうあのまとまった時間があれば整理できるのにってあるんですけど、やっぱりもう日々日常に追われていて、これ後でってやっていくと物が増えていってるっていうのがまあ現状かなとというふうには思ってるんですけど、 IT 関係なんでプログラミングの整理整頓も素晴らしいと思うんで、 IT 関係の人に帰ってもちゃんと整理整頓ができてるのかなと思うんですけど、いや違いますよ、仕事柄そういうイメージですよね。いいじゃん、こうまあ、あのうちの会社的にはあのこの開発部隊の部屋は、あのやっぱりこういう資格を取ってるんで、もう付けの上はもうクリアで毎週のようにチェックされてってやっていう環境が整ってるんですけど、うちらの営業部はもうカタログで資料でもう山積みなんで、多分具志堅さんと同じ状況で仕事してます。職種によってもやっぱり変わるかもしれないですね。そうなんですよ。チャンスなだと思います。あの一つの器で三種類も四種類もなんか応用できるような器に一個に絞るとかですね。あの何十個もあったのをちょっと白い器だと和風にもできるな、洋風にもできるなとかっていうふうに考えるとかですね。なんかいいチャンスだと思いますね。お引越しは。断捨離、物があふれ、使い捨て、かっこバブル前、時代が終焉を迎え、終焉を迎え、昔のようにあるものを大切に使い、限られた資源を有効に使おうという意思づけをしようとしているのかもしれません。染みついた生活習慣の見直しは難しいですね。考える方々のお話は必要です。話が大きな流れになることを願います。ありがとうございます。哲学者が一人そうですね。もうこういう方が聞いていらっしゃると思ったら嬉しいですね。やっぱり思い出があるものっていうのはなかなか捨てられないっていうのが皆さん同じ意見だと思います。そこをですね、どう選抜して
なんかよく聞くのが思い出ボックスっていう箱を決めて、これから溢れた分だけ処分するとかっていう方法もあるみたいです。我が家も1個衣装ケースを置いていて、息子たちの絵も少し入ってます。んで増えてきたら処分してみたいな感じで、一定量の思い出ボックスあってもいいかなと思いますね。うん、全て捨てるっていうのもなんか寂しいですよね。はい、はい、私もです。もうこれは私、息子に整理収納の話をするとまず本捨てなさいって息子に叱られるんですけど、でも知識の方法なんですけど、とっても捨てにくくてですね、でも劣化していくのが分かるんですね。それで電子書籍っていう考え方もあります。私はその辺はあまり、私はですね、本はなぜ置いてるかっていうと、何か企画したりとか、なんか発想するときのヒントになるんですね。なのでそれに使えそうなのだけを残していて、昔のものとか、あ、これはもう時代が変わってるからこれは置いてても活用しないなっていうのを捨ててますけど、あの言葉とか割と結構ヒントになるので、はい、置いてますね。そうですね、これ僕も実は一部屋本ばっかりの部屋があるんです、すごいやっぱりそういうところで、逆にここはもうあの捨てる捨てないじゃなくて、捨てない、まあ、週刊誌とかそういうようなものは、あれですけれども、でも本っていうのはやっぱり必要な時に取り出して見れるようにっていう、ただもうこれだけ多くなってくると逆にその整理、分野ごとの整理とかそういうものをどうしようかっていうのの感じで考えてるんですけれども、やっぱりこのおばあちゃんたちのようにこの硬い割れるんですね、季節に、あの収穫とそして捨てるものですね、分けていった方がいいのかなと、おうちにそのまま硬い割れの発想と心理を持ってきてですね、こうどっと捨てちゃえみたいな、収穫っていうのも僕が、あのいいのかなと思うんですけど、捨てることが収穫になるとかですね、そうですね、かもしれないですね。すっきりして気持ちが、先ほどおっしゃったみたいに綺麗になると風水の影響なのかな、なのか気持ちが前向きになりますよね。それでやっぱりいろんな進展があったりとか、あの新しい道が開けたりとかっていう、その人生の収穫かもしれないですね。整理整頓というのは今言ってた風水っていうものに通じるんですよね、なんからしいですね。私風水は詳しくないんですけれども、でも気もまず綺麗なところだと気持ちがまず違いますよね。綺麗に片付けたテーブルの上にちょこっと一輪お花を置くだけでもなんか、ね、素敵な気分になるし、明治生まれのおばあちゃんが、はい、綺麗にそうしないと、あの綺麗なところに神様は宿るよ、明治生まれの、明治生まれのおばあちゃんの特技がですね、芝生に、あの生えてる芝生、毎日綺麗にすごい。で大正生まれのこの秋さんっていうのは、またおばあちゃんは、あのあれで児童の、ああ芝刈り機、芝刈り機でやりますね。おふくろは一人頼みます。ああなるほど、やっぱ時代によって違うんですね。あのさっきの断捨離も整理整頓ももうその人らしくていいと思います。ただあの、ね、シンプルな方がいいよということで、食器器が大好きな人は器多少持っててもいいのかなと思います。本人がそれで心地よくなったりとか、あの料理が大好きで人に振る舞うことが好きであればそれがまたプラスになるし、あの佐川さんみたいに本で自分が癒されたりとか学びとかになるっていうんだったら、本は多少みんなよりたくさん持っててもいいのかなとか思いますね。はい、全部合わさなくていいっていうことですね。あの畑の話で今思い出したんですけれども、種をまきますね。そうするとこうたくさんこう芽が出てくると、いい収穫をするためには間引きをしないと、つまり捨てないと、なるほど、あのしっかり実がつかない、いいものができないっていう、だからそのままもったいないって、みんなそのままにすると大きく成長しない、だからあのいいものだけ残してあと間引くっていう、っていうことをこう言われたことがあるんですけど、なんか整理整頓もそういうのにもつながってくるのかな、
なんかそのままもったいないって残していたら、あのこう使い勝手のものまで消してしまってるっていうところにつながってるのかなって、まあちょっと思い出しました。まさかアタイコアが整理収納と関係があるって思いませんでした。なんか夜中人と会うたびに間引かれて、間引かれていい猫が残っていいなっていうのを思いながらですね。ルドルさんから、はい、そうですよね。多分いっぱい持ってらっしゃるんでしょうね。いつもだから、そう、素敵なコメントね、ありがとうございます。ノートなんかも捨てられないですよね。昔の字を見ると、わかっこいい字書いてるなと思うんですね。なんでこんな汚くなっちゃったのか最近思うんですけど。私ノートは残さないんですけど、手帳だけは残してますね。あ、そうですね、手帳は残してますね。手帳で、手帳にちょこちょこって気持ちとかそういうなんかあの自分史状態になってるんですけど、私最近手帳がそれだけは残しててもいいかなと思います。はい、本当にあのラジオお聞きの皆さんに見せたいのは、あの荒川さんがキヨさん の, あの家族のご家族の写真をですね、あの見せていただいたんですよ、木月さんの方で。そしたらやっぱりいろいろ書かれてるんですね。びっくりして、あのどなたか分かるん で, で名前も、ね、はい、書かれてる、はい、僕の場合には昔の写真を見るとおばあちゃんの友達、はい、名前も忘れて、どなたかも分からなくて、ちょっと失礼だな、はい、顔は分かるんですね。で名前を忘れてるんですよ。親戚の名前もそうですね、はい、あの海外の親戚の名前も忘れちゃって、あと誰も知ってる人がいないっていう状況になってますので、ああこれはありだなと思ってですね、写真のそばにちょこっとこう思い出を書くっていうのは大事だという勉強になりました。いえ、なかなかちゃんとはできてないんですけど、分かるところだけは分かるところだけは。はい、それではあのリクエスト曲の方を聞きたいと思います、はいはい、今日あのゲストに来ていただいた荒川さんからですね、あのリクエストの曲ジママさんで大丈夫という曲をお聞きしたいと思います。先生とどう
般社団法人生命保険証券診断士協会、詳しくは LCQS にて検索。ただいまの時刻10時49分になりました。 FM 小山のスタジオからカララジオ生放送でお送りしております。今日のトピックは就活の整理術で、ゲストに NPO 法人気づきから佐久間芳郎さん、そして沖縄市中央公民館から荒川光代さんを お迎えしお送りしております。はい、じゃあ残りの時間もですね、もう少しとなってますけども、最後ですね、この荒川さんの方からはい、就活の整理術についてですね、はい、リスナーの方たちにです、ね、はい、アドバイス、はい、メッセージの方を、はい、私なりの考えなんですけれども、今をよりよく生きて、素敵な人生を過ごすために、まずどんなお部屋に住みたいかなとか、どんな人生を送りたいかなっていうのをまずイメージしていただいて、そうすることによって捨てるもの、残すものとか出てくると思いますので、まずイメージをして自分はどうしようっていうのを考える時間を持っていただければいいなと思います。人それぞれですから、こういうふうにしなさいっていう正解はないと思います。それぞれ のイメージ通りで進めていけばいいかなと思います。はい、だと思います。はい、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 そうですね、いつまでも健康でいたい、健康で過ごしたいのでって言ったら、食生活とかも気を使うし、運動しないといけないかなとか、運動する時間を設けたりとか、いろいろ出てくると思いますね。はい、うん、はい。そうするとそれに付け加えて、いいイメージをこうどう作っていくかっていうことですけど、季節で言ったらもうだんだんこう暖かくなってきて、桜の花が咲いて、で1年間戦うアスリートたちのキャンプがあってっていう、躍動を始める沖縄はいい季節ですよね。外に出てみて、そういう、桜をめでるのもいいし、キャンプで汗流した、うん、この人たち1年戦うその英気をここで養ってるんだって、自分もこれからいいイメージを作って自分の人生考えていくんだとかっていう発想をしていくっていう、ちょっと今の季節ですから外に出てみましょう、なんかそうお勧めしたいですね。いいですね、うん、綺麗なものを見たり、いい空気に触れると、やっぱり心もプラス思考でいいイメージが湧いてくると思いますので。そうですよね、ちっちゃなことでもいいと思います。今日は食卓のテーブルを綺麗にして、お花を一輪飾ろうでも、まずスタートでいいかなと思いますね。はい、一個ずつで、はい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 、そうですね、まあ、イメージするっていうのはやっぱり何においても大切かなと思ってるんですけども、まあ、なかなかイメージ通りに自分が動けてないっていうのも正直なところがあってですね、まあ、これをもういかにイメージ通りに、まあ、朝起きたらベッドの上で日が差して小鳥がさえずりを聞くとかですね、そういう理想な起き方をしてみたいと思うんですけども、いつもアラームに起こされているのが現状でございまして。アラームを小鳥の声にしましょう。あ、起きれますかね、でも。まあ、そういう状態ですね。楽しみながら。はい、でも、はい、またできなかったことを思って、ああできなかったってへこむんではなくて、今度はできなかったけど次はちょっともうちょっとできるぞとかっていうふうに思ってもらえれば、うん、いいと思います。はい、先生と初めてですね、はい、ちょっと甘いものが欲しいなと思ってきたんで、不思議な持ってきたチョコレートを、はい、はい、ルドリフさんたちお分けしたい画像だけ、はい、ありがとうございました。この番組はデイサービスセンターシオン、株式会社国研システム、
au ショップネアブル金の店、医療法人高全会、小田整形外科医院企画介護支援センター、有限会社マルチ重機、沖縄県社会福祉協議会 FM 小田と、沖縄県認知症行方不明者家族の会、そして沖縄半島 NPO の協力でお送りいたしました。今日のゲストは NPO 法人協力から佐川芳弘さん、そして沖縄市長公民館から荒川充さんでした。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではまた来週お会いしましょう。さようなら。さようなら。